おはようございます。今週も動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画は28歳男性によるゼロからトイック700点を目指していく Vlog です。毎週土曜日夜19時、水曜日は不定期で更新しておりますので、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。この無職生活も残すところあと1週間となりました。仕事と一緒に朝活も頑張っていきたいので、そのリハビリとして朝の読書からスタートです。読んでいくのはこの本、会計のことが分かりません。新卒からもうすぐ6年が経ちます。財務会計の方はある程度理解してるんですけど、財務と管理会計に関しては理解が浅いので、この本でまた一から勉強しようとしたんですけど、花粉がすんごい。約20分でマックを撤退して、時刻は朝8時。恐ろしくシンプルな朝ごはんを食べた後はドリップコーヒーを入れて朝の勉強に備えていきます。あ、鼻水もこれぐらい出てます。時刻は朝9時、自宅警備の始業時間です。もうすっかり朝の英単語がルーティーンとなりました。英語の学習はシャドーイングが有効だと聞いたので、朝からブツブツ言ってるヤバいやつになっています。この鍵を取るカットは、そう、無職のオアシスエニタイムフィットネス。最近トレーナーさんに名前を覚えられてしまったので、嬉しいような恥ずかしいような、そんな気分でデッドリフトで120キロをぶち上げていきます。よくある話題ではあると思うんですけど、店員さんに名前を覚えられるのって嬉しいですか、恥ずかしいですか。僕はちょうどこれが50対50なんですよね。ほんとめんどくさい性格だなって思うんですけど、治らないんですよねこれ。いやだから、クソ。家に帰ってきまして、時刻は13時40分。映えよりも素早さを重視して簡単に豚丼を作っていきます。豚肉とネギとポン酢を合わせれば最強って言ってました。いただきます。家事とかお薬とかいろいろやって戻ってきました。時刻は17時12分。薬の影響で少し眠気があるので、眠気覚ましのグミを食べながら勉強スタートです。気づいたんですけど、グミ食べてる時って喋れないんですよね。シャドーイングとは何だったのか。45分間ゆっくりと英語を読んで勉強ストップです。時刻は18時半を回りました。今日も自炊頑張っていきたいと思います。せっかく頑張って小分けにした鶏の胸肉たちを全部出して、味噌をベースに下味をつけていきます。全体が馴染むまで揉み込んだら、フライパンに油を敷いてさっと焼くだけで、できました。鶏の胸肉の柔らか味噌焼きです。簡単にできるので結構おすすめです。一通りの家事を終えまして、時刻は23時55分。フワちゃんのオールナイトニッポンを聞きながら英文法で1日を締めたいと思います。勉強の種類によって結構 BGM とか変わったりしますよね。僕の場合ですと英文法は人の声を聞きながらだと集中できたりします。今日も一日お疲れ様でした。おはようございます。2月21日火曜日6時27分です。この季節は7時前の外がかなり綺麗なので、朝散歩用のコーヒーを入れてすぐ外に出ます。あら綺麗、何これ。だいたい朝散歩は40分ぐらい歩きます。まだまだ近所に未開の地が多いんですよね。帰宅しまして、時刻は朝7時45分。今日もドリップコーヒーを入れて朝の勉強に備えていきます。今後は豆にも手出したいんですけど、沼ですかね。では、金フレ、コーヒー、水、3種の神器を揃えて、今日も英語を頑張っていきましょう。妻が家を出るまでの40分間、しっかりと集中して、勉強は一旦ストップ。僕も食料の買い出しに出かけていきます。やってきたのは業務スーパー。卵が高いのよ。個人的に炭酸水と納豆はマストバイです。時刻は10時30分。プレワークアウトを飲みながら次の会社の入社書類を準備していきます。一通りの用意が終わって、時刻は10時53分。エニタイムフィットネス確定演出です。今日も対戦よろしくお願いいたします。今日やっていくのは足のトレーニング、スクワットを中心に。今日も足を追い込んで追い込んで追い込んでいきます。足もこの通り限界です。筋トレ始めて一番良かったなと思うことは、やっぱり気持ち太りにくくなりました。唐揚げ食べ放題やった。帰宅しまして、時刻は12時57分。新しく買ったチョコバナナ味のプロテインを飲んでいきます。地雷かなと思ったんですけど、結構美味しかったです。カレーには合わないんですけど。時刻は16時2分。確定申告問題ありませんでした。よかった。税務署の方から急に電話があったんですけど、どうやら間違えて2回データを送信していたようです。もう驚かせないでください。なんとか無事でした、よかった。時刻は16時36分。晩ご飯にしては少し早いんですけど、冷蔵庫で大根がくたばっていたので、在庫一掃セールを行っていきます。大根の使い道が煮物しかないのが最近の悩みだったりします。久々のキッチンドランカーです。乾杯。キッチンで飲むお酒が一番美味しいですね。水と必要な調味料を入れて、あとはしばらく放置です。
まだまだ行きましょう。付け合わせというかおつまみを作っていきます。あ、これは全然関係ないです。妻で酒を飲む男です。クックパッドで大根餅というレシピを見かけたので、少し明太子でアレンジをして作っていきます。混ぜて焼くだけの料理ってほんと最高ですよね。煮物も2時間ぐらい煮込んでしまいました。いただきます。時刻は0時15分。一通りの家事が終わったので、今日も英文法で1日を締めたいと思います。無職生活もあとわずか。時間があるうちにやれることをやれるだけやっていきたいと思います。では今日もお疲れ様でした。おはようございます。2月22日水曜日、7時53分です。ついに来週の今頃は立派な社会人になってます。新しい環境ということで若干緊張はしているんですけれども、焦っても、いや、ひどい印象操作。僕はいつだって君の味方です。一昨日から少し肘の調子が悪いので、今日は一日家で勉強と、午後は体を休めるためにサウナに行こうと思っています。せっかくこれだけゆっくりできる時間があるので、今日は優雅をテーマに一日を過ごしてみたいと思います。コーヒー優雅です。タケノコの里もギリ優雅です。あー、ダメです。優雅から一番遠い行為で今日は終わりです。できればあまり知られていないおしゃれカフェに行ったりもしてみたいんですけど、おしゃれカフェの語彙がなさすぎて思い浮かぶのがガストなんですよね。スタバか。スタバはおしゃれカフェに入りますか。大学生の頃カフェ巡りとかしておけばよかった。インスタグラムも勉強の投稿ばかり。一度は映える投稿をしてみたいところ。おはようございます。2月23日木曜日、7時52分です。今日は14時からヒゲ脱毛の予約を入れているので、そのついでに近くにあるくら寿司に回転アタックを仕掛けたいと思います。予定が決まれば行動あるのみ。今日もインスタントコーヒーを片手に散歩に繰り出していきます。寿司へのウォーミングアップは完璧です。帰宅して朝ごはんの代わりのプロテインを飲んだら、今日も筋フレからスタートです。やっぱり空腹状態が一番頭回るんですよね。よく16時間断食って言葉を聞きますが、実際にやったことがある方がいらっしゃったら感想を教えてください。さあ、時刻は10時半を少し過ぎました。まさに寿司が呼んでいる、そういった天気です。やってきたのは埼玉県民憩いの場池袋。宣言通りの11時開店アタック。しかしながら6割くらい席は埋まっています。今くら寿司がちいかわとコラボしてまして、その影響で結構お客さんが増えてるみたいですね。初手はだいたい貝を行きがちです。おー、もたれやんこれ。いただきます。おいしい。さあ行くぞ。いや、当たってどうする。You could have called somebody near instead of waiting half a year for me to see your face.